クリスマスが今年もやってくる。ん？何？え？え、瓶拾えばよかった？え、瓶5本拾ったらハッピーエンドだった今。まさかシェフを疑ってるのか？本当にシェフのつもりなんだ。ママがいないときはね。知らないよ。え？スノードームしてこれ。あ、お父さん死んじゃうよ。でも瓶5本だったって絶対。もしもし。ジョイス。拾えばよかった。ごめん。朝ごはんを作ってたとかさ。ツーホエールズで雇って。え？ああ、買い物ね。うん、ごめんごめん、助けられない。なんで無駄くそなんだ。立ち上がる、これあれかなってか分けるかも。もうこれをさ、ぶつ切り取って、この悪夢が終わるまで取って、あの無理やり途中で切るかも。切りが悪すぎるから。あっ、怖っ、びっくりした。怖っ、燃やしてたもんな、写真。鍵はどこにいんだ。もう1ドル罰金。破産させる機会。発見。こんなところにいたのか。ああ、あったあった、写真燃やしたシーンね。鍵を閉めといてくれよ。仲良く遊んで家を壊さないように。あと、マックス・クロイとジョイスによろしく伝えてくれ。私を死なせたっていうのを忘れずにな。金の試飲会はダメだぞ。タイミング。これ、B もう一本あったらいけたねえ。ごめんて。は？まだ悪夢は続くの。は？俺の心もボロボロなんだけど。君をモデルにレトログランジというシリーズを撮りたい。君にはレイチェルと同じ良さがある。マックス。いや、俺の心もボロボロ。なんかもうこのゲームがえぐい。同感だよ。しかもおしゃべりが過ぎて困る。マックス・クロイがこっち見てるよ。めちゃくちゃ意識だけ無駄に高いしね。学校でも嫌われてたよ。本当のスターは君だ。マックスやばくない？お前大丈夫か？私ら二人ともマックスにしてやられたな。あいつ八方美人なんだよ。私らはもてあそびやがって。絶対言わないって。マックス、そういうこと。俺は君に夢中だよ。だからクロエ、何このみたいなイケてる女が、なんでマックスなの。何このゲーム、何このゲーム。パシリにもちょうどいいしな。確かにな。部屋にいいもんあるけど、どうだ。見ろよ、マックスが覗いてやがる。写真だったらいくらでも撮るよ。踊りってのはこうすんだよ。ダサいマックスには無理か。黒セクシーだなお前。ビクトリア、あんた大人だな。マックスとは大違いだ。黒いのことがやっぱ響くんだ。マックスはすっごくセンスいいと思う。もっと早く一緒になって。めっちゃイチャイチャしてんじゃん。ああ、もうそういうことも。せっかくの力も。うわー、そうだね、出てくるよね、その黒いも。代わりにマックス、あんたが死ねばよかったんだ。なんでアルカディアベイに戻ってきた。いい迷惑だ。マックス大丈夫か、お前精神。どこが本当の世界これ。どこまで悪夢をさまようの。え、電子機。え、壁一面に数字が。正しい番号はどうやって探せばいいの。え、は、え、それはクソゲーじゃない。これあれかな、ミスればいいのかな。何回あんたがミスれば無理やり切れそうだけど。9433。
いや関係ないな。暗証番号を探さなきゃ。そこは冷静だな。え、なんか変わった場所にあるんじゃないの。暗証番号はこれで最後にしてほしい。なんかそういうのにマジきついやつ来る。もしかしてどうしよう。なんか切りよくなっちゃったな。これで終わろうかな。ちょ、切りよくなっちゃったな、よりにもよって。でもこれやっぱ失敗すれば終わるんじゃないかな、多分。わかんないけど。839中行ってみよう、とりあえず。なんか目に入ったから。おっと、そういうことしてやらせる、ついに。9433。これも何回かミスれば多分、終わる気がするけどな。なんか何回も失敗するんじゃねえ、バコーンみたいな。どれだ。これ、鏡に数字が映ってない。どうして。あ、一個だけ映ってるよ。あ、マックスヒント教えるのが早いよ、お前。1130か。あ、0311か。マックスヒントが早い。ヒントが早いよ、マックス。早すぎたよ、マックス。あ、マックス、殺さないで。もうダンスもできないんだね。カリフォルニアで新生活を始めるってと。やっば。もうダンスもできないんだね。これ作った人やばいって、マジで。娘、当然に思ってきたのに。これが復讐のつもり。オールスターだ。私の過去、これまで俺と道路を共にした仲間たちが。私抜けていなくちゃいかないとね。マックスいるじゃん。友達だったらよかったのに。マックス？これもう。ねえ、お願い。世界観やば。まだ10代なのに。ずっと助けてくれ。俺もバーってさ、悪夢ターン、やっぱ前も言ったけど、うるせえな。悪夢ターンバーってやって、それを2つに分けるわ。そう感じやっていく。お願い、あなた誰なの。私はマックス。わかるでしょ、私はあなた。置き去りにされたマックスの中の人。あ、まあまあそうなるよな、確かに。ここから出して。何、助けてほしいの。時空を自在に操る。ホラーゲームじゃない、フィッツ・ストレンジって。全て思い通りにできるんでしょ。言ってよ、ホラーゲームって。心の準備できてなかった。こんな力望んなかった。いや、そうだよ、本当は。もともとは望んで手に入れた力じゃない。もともとそうだもんね、確かに。でもそれを利用して人気者になろうとした。うわ、やったね、確かに。親切なフリして、一番最初やったわ。フリじゃない、フリじゃない、フリじゃない。本当に友達が欲しかったの。あ、そういうの。当たり障りのないことを言ってご機嫌取って。自力で友達を作れないから力に頼ったんだ。そうじゃない、友達作るしなかったけどな、別に。友達だし、力だっていいことにしか使ってない。どんなに取り繕ってもあなたは偽善者だよ、マックス。あなたの行動がたくさんの苦しみと死を生み出した。黙って、私のせいじゃない。ホラーゲームじゃん。いいの、そんな偉そうな口聞いて。結局責任から逃げてばっかなんだ。そっか、わかった。時空をめちゃくちゃにしたのは全部クロエのためってわけか。あんな不良のためにね。このマックス、何このマックス、アナザーマックス。クロエと私だけじゃない、親友。あんな不良のためにね。使命。クロエを助けるのは私の使命なの。そう信じてるからこそここにいるんだ。よく言うよ、クロエのせいでどれだけのトラブルに巻き込まれたの。銃、薬、レイチェル、あなたは利用されてるんだよ。自分で死ぬ勇気がないからって、あんたに殺せって頼むぐらいし。あの病院ね。だから病院っていうか、病気の時、病気っていうか、事故の時ね。誘拐犯に共感しちゃう被害者と同じ心理だね。説明してもわからない人は痛い目見るしかないか、レイチェルみたいにね。無駄だよ、あなたなんか怖くないから。歯向かうね、あんまり。ジェファソンに殺される前にクロエに殺されるよ。クロエは私たちのこと友達だなんて思ってないんだから。ほんとバカだよね。私、あなたと同じ名前なのが恥ずかしいよ。アナザーマックスがクロイな。
あら、噂をすれば。あ、最初で会う時じゃん。能力使った時じゃん。いい加減にしろよ。お前と違ってこっちのマックスは全てを体験してんだ。私とマックスがいる世界が現実なんだよ。字幕めっちゃ遅れてんじゃん。5年経っても相変わらずだな。ほんと、会えて嬉しいよ。やばいって。決まりだな。え、世界観やばいって、これマジで。マジでやばい。あ、病んでる人しか作れねえよこんなゲーム。病んでないと作れないってこんなゲーム。ほらもう急に、ほら、ライフイズストレンジ博物館始まったじゃん。ほら、ライフイズストレンジ博物館だもんこれ。ほら、こう道歩いていったらさ、今までのイベント。先月誕生日だったよ。うわ、死んだパパのカメラプレゼント。あったー。え、ライフイズストレンジ博物館作って、誰か。ありがとう、すごく嬉しいよ。え、ってか、え、俺ってそんなゲームだと思ってなかった。ライフイズストレンジって完全に俺もうハッピーエンドで、なんかもうイエーイって感じで終わると思ってたけど、こんな深いことを要求してくんの。ほら、マックスも踊るんだよ。どうした、恥ずかしいのか。じゃあそのカメラで私を撮って。あ、これあれ先行ってるな。この曲上がるな、恥ずかしがんなって。あったなー、これも。踊れって。マックスとクロイとのあれじゃん。早く、思い出博物館じゃん。早く隠れて、見つかったら私が。思い出博物館いいなー、センス良すぎるこれマジで。止まってんのいいよね、瞬間が。でも今日は助けてくれたじゃん。うわ、未だに信じられない。やめろよその、このおしゃれな感じ。めっちゃおしゃれじゃん、この奥にもいる感じ。運命なら、レイチェルを見つけたい。何これ、レイチェルに会いたい。夢の国じゃん、夢の国みたいな、なんかことするじゃん。雪、嵐の予兆かも。あ、奥のやつね。マックス、最初から。あったあったあった。ちゃんと聞くよ。こうマックスは実は死んでるみたいな落ちないの。もう最初からさ、実は死んでましたみたいな。力のこと教えてくれよ。マックスが見てきた妄想だったみたいな、やめてよ。偉大なるマックス。なんかさ、最近のこのさ、急なさ、このホラー展開見ちゃったらさ、なんかマックス実は最初から死んでましたみたいな。お見それいたします。そういうのない。まさか本当に時間を巻き戻せるなんて。これ全部マックスの妄想みたいな。私に任せなって。ありえそうなんだけど。どこへでもついていくよ。怖い怖い。どういう心理状態だったらこんなの作れんの、こんなゲーム。さて、別荘へようこそ。いいとこだろ。大敗的だね。あ、あれか、大丈夫か、マックスの時だ。しかし親友と再会。鼻血出て超能力者になってる。くらってくるやつだね。ちょっと気分が。あった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 。これでまたあれなんで、嵐に行ったよね確か。待って、今休めそうなとこ探すから。びっくりしたよ。止まってんだけど。えぐ。マックス、クロイ、思い出博物館、 やめようぜ。なんか、あ、線路だ。助かった。うわ、マジで命の恩人だよ。うわ、すげえ。命の恩人のためなら。迫り来る電車と表現してる。やらせてもらうよ。でもこの力いつまで持つかわからない。これおしゃれ。関係ないよ、私たちさえずっと一緒なら。おしゃれ。何これ、フィギュア化希望。あ、てか T シャツ変わってんじゃん、お前も。ついに犯罪者の仲間入りだね。はあ、誰が犯罪者だ。あ、時系列こっちが後だっけ。私が先にこじ開けてるかも。ピッキングしてる。じゃあ勝負って。やば、このゲーム。どうぞ上がってって。これすごくね、このゲーム、マジで。マジですげえ。マックス、ちょっとこれ見てみる。あったあったあった。違う、なんか踊ってる人いる後ろに。レイチェルは暗い部屋の中、暗い部屋の中。それが本当、画面描いてる、ちゃんと。この椅子はダメだからね。全然楽しい感じじゃないじゃん、ゲームが。それとも私が椅子を盗もうとして巻き戻した。ややこしいな。
親友だから考えてることくらいは。あ、だからそうだ、そう、プレフォーの録画の限界があるんだ。1時間で限界あるんだった。一旦切るわ。じゃあやばいな、でも本当やばい。切り悪いし見ていこうかな、もうちょっと。カワウソ発見。そうしようか。水から出たら凍えるかも。あー、プールか。薬品まみれの体。何これ、何このシーンと思ったけど、プールか。やばい、ま、周りのやつ的にやばい。寮に戻る気かよ、見つかったらやばいぞ。うちに来な。これあれか、灯台についたら戻るのかな。結構遠いように見えるけど、まだ笑って。あー、あれね、プールから帰った後ね、別世界みたい。泊まったもんね、クロエンチに。いい刺激になっただろ、昔みたく。セクシーだね。そういう気分じゃねえか。学校に戻らないと。この悪夢から抜け出したら終わろうかなと思ってんだよ。やってみて、キス。うわー、あったな。せーの。昨日とは別世界みたい。マジでこいつやりやがったね。いい刺激になっただろ。昔みたくうだうだしてられたらいいのに。起きようか。そろそろ学校に戻らないと。なんかこいつだったらどこにでも行けるな。海沿いをビッグサイズ。わー、車ね、車調査ね。分かってる、ただの夢さ。レイチェルのフラッグ博物館システム施工。ラブレターも書いて。それいいな、俺もなんか作るとき博物館にしようかな。そんなの一言も言わなかった。なんで怒るって分かる。夢の国アトラクションシステムね。友達なら言うだろ。結局みんな私を裏切るんだ。マックスは何年もいなくなるし。ママはクソ親父と。これせこいわ、これおしゃれ。ごめんね、同じことしか言ってないから、さっきからもうそれぐらいなんか突然すぎてさ、言えないんだよこっちも。それは私が決めるの。ああ、そっか、時系列的にそうだね。うちのパパが抜けてるパパでよ。じゃあ次ネタ切り黒いか。今日のマックス絶対おかしい。大丈夫？黒いやったよ。そうだね。次ね、ネタ切り黒いだ。じゃあ、あ、ネタ切り黒いパートだな。なんかちょっと不思議な感じだね。あったね。うん。でも楽しいよ。この道歩いてたか覚えてないけど、海岸だったけどな、一応俺覚えてる。あ、海岸だったっけ、っ違うかな。ほら見て、夕日がすごく綺麗。夕日、夕日、何アワーだっけ。マジックアワー。クロエ、誰か殺してくれか。ああそうだね、いい写真だね。海賊ごっこした時のだ。結局町を乗っ取ることができなかったね。あのね、私は呼吸器系が弱ってて。そうだね。その回復の。あ、東大近いね結構もう。お医者さんが話してるのを聞いちゃったんだ。お願いマックス殺して。私は死を先延ばしにしてるだけなんだよね。パパもママも私もこれ以上は苦しむだけ。私はそんなの嫌だ。え、何が言いたいの。メモリを11に投げるだけでいいの。私ね、またマックスと一緒になれて。13だっけ。思い残すことがないんだ。 11？ 街を二人で駆け回ってた。何でもできた子供の頃みたいな気分。うわー、せっこいわこの演出。今日その願いが叶ったよ。だからこれを最後の思い出にしたい。あの、ここで終わりそうだな。そうだね、メモリまで言わないよね。センス高。クロエ、よかった。ああ、戻ってきたんだね。クロエが元気そうで。ごめんね、父さんをこれ犠牲にしてやるわっつって。なんか気持ち悪いな。おかげで目が覚めたけど、徹夜で探検をしてたせいで頭ぼーっとしてたからさ。センスがやべえ。こいつ戻っても光るのかな。戻っても光るかな。まあ、光消えてっからさ。これ写真だね。海賊ごっこした時のだ。なんかすげえ戻る。すげえ、うん、ちゃんと電気戻る。クロエ、よかった。嬉しい。ケイトだけじゃない。あ、
最近のエピソードになってきたね。あ、ってことはあれか、次パーティーに行って多分クロエが撃たれるとこまで描くな多分これ。あ、てかあれか、まずレイチェル見つけるとこだ多分。レイチェル見つけるとこでね、レイチェルが死んでるわけない、全部やらせだって絶対そうに決まってる。レイチェル、うわうわうわ、何この構図、クロエ、レイチェルなんで、クロエ落ち着いて、あ、東大地形だよ。やば、あんまりだ、こう同じことしか言えないけど、もうそれぐらいなんかこの演出がすごい。しかもちゃんと360度で見れるんだよねこれ。何、不穏な音が今。頑張れ、あと少しだ、あ、黒の声、あ、アラスの日のあれか。てか、幽体離脱してんじゃん、じゃあ。幽体離脱じゃん。あ、帰ってくるか。帰ってきた。あぶねえ。悪夢抜けた。マックス、マックス、どうしたんだよ。起きろって。てか、どうしよう。ここで終わろうかな、じゃあ。あ、ページ戻ってる。またクロエが死ぬところを見ることになった。好きだった先生に殺されてしまった。あ、日記が戻ってる。ウォーレン？あ、送信できてない。ん？何これ？どこ行っちゃうの？頼むからうるさいって言ってくれよ、マックス。とかあれだ、多分これ元の世界戻ってるから、ごめん、じゃあここら辺で一旦切るわ。ちょっとなんかキリないからさやり続けてキリないから、ちょっとここで一旦切るわ。じゃあ、あたした。